はい、こんにちは。11月2日です。あちこちの動画についている視聴者の方からの予測プログラミングに気をつけてっていうコメント、気になった方いらっしゃいませんか？で、私は結構ずっと気になってはいましたが、まあまあ意味が分かっているつもりでちゃんと調べたことはありませんでした。で、予測プログラミングというのはニュース、映画、アニメ、あとソーシャルメディアとか、もちろん YouTube の動画などを利用して将来的に起こそうと計画している社会的な出来事を予告、刷り込みしていくことなんだそうです。で、潜在的なメッセージとか視覚的なシンボルを流し続けて、集団催眠のように視聴者の心にゆっくりゆっくり働きかけていく戦術。例えば予測プログラミングの歴史という動画でたくさん紹介されている911を彷彿とさせるイメージの数々はいい例だと思います。で、その予測プログラミングの歴史という動画のリンクはディスクリプションに貼ってありますので、お時間ある時にどうぞご覧ください。でもこんなにたくさんあったのかと驚きます。で、これから起こそうとしている計画、もう誰が起こそうとしているのか私には分かりませんけれども、これから起こそうとしている計画が頭の中に無意識のうちにインプットされてしまうと、現実にその計画が実行された時に結果を受け入れやすくなるんだそうです。さらに災害を計画している場合に、誰が計画しているのか私は分かりませんけど、防災という形で発信している情報がこれから起きるであろう災害の予測プログラミングなのかもと考えていらっしゃる方もいます。で、これですぐに思いつくのが、もう私が子どもの頃からずっと言われてきている地震が来るぞっていうニュースや予測ですよね。で、私の中学2年生の時の学年修学旅行は本当は熱海、伊豆熱海だったんですけれども、東海地震が来るぞというニュースがあまりにも多かったので、茨城県の大洗に変更になった記憶があります。で、東海地震は結果としてまだ来ていないけれども、関西とか新潟とか東北、あと熊本といくつも大きな地震が来て、で今ではの南海トラフと、あと首都圏直下型、あと富士山の噴火に情報のフォーカスが移っているように思います。で、あとこれ私は見ない、私テレビ持ってないのでもう基本的に見ないんですけれども、シンプソンズっていうアメリカのアニメありますよね。それの予測プログラミングもよく知られているようです。で、その数々を紹介した動画のリンクもディスクリプションに貼ってあります。で、それは日本語の動画のリンクですが、英語の動画で探すとこれまで現実になったシンプソンズの映像だけでなくて、これから現実になってしまうかもしれないっていう将来的な映像をまとめたものがたくさんあります。あとずっと前の日本のアニメ「アキラ」。これ夫が VHS で持ってるんですけれども、私見たことない。それで東京オリンピックについて中止だ中止って書かれたシーンが出てくるとか、あとイルミナティカードと実際に起きたこととの関連性についても話題になっていて、予言ではなくてこれは全て予定のお知らせなのではないかと考える人も多いようです。で、今回参考にさせていただいたブログとか、あと動画のリンクはディスクリプションに全部貼っておきますので、どうぞお時間ある時にご覧ください。でね、そこからいろいろなおすすめ動画に遭遇することになると思います。で、そして今回のこの疫病とか、それに伴う失業とか経済の崩壊とか、そういうことについて自分の周りにこれまで予測プログラミングはなかったかなって考えてみてください。で、私は2月くらいから、日本とかアジアで先にこの病気が来たので、職場で今後起きるであろうことを話して、それでも仕事はね遂行しなければならないので、そのためのプランとかタイムラインを上司に見せたら笑われましたので、その後はもうずっと黙っていました。で、3月半ばにいきなり職場からね、もう来週の月曜日から来るなと、在宅勤務してくれって言われた時に、周りの人たちは「あなたサイキックですか?」みたいな反応をしてきましたけれども、でも今振り返るとテレビのないテレビ見ない私でもたくさんの動画を見ることで予測プログラミングにさらされていて少なからず影響を受けてしまったかなっていうふうに自己分析しています。で「コンテージョン」っていう映画とかね、疫病が流行ってからものすごくテレビに出演した岡田春江さんっていう教授とか、その方の10年以上前の書籍とかから始まって、私そこから陰謀論の方に引っ張られて、で Q のことも初めて知って動画もたくさん見て、で今は予言の和訳をしているっていう感じです。で陰謀論も Q も一時的に通過して、もう私今ではあまり動画も見ていませんが、緊急放送が来るぞとか何かの発表があるぞとか、そういうのもイギリスのサイキックとかアメリカのサイキックとか、あと宇宙の方々のお話にも何らかの予測プログラミングが組み込まれているんじゃないかな、そういう側面があるんじゃないかなというふうに思います。でコメントで何度かこうお返事を返す場でお話ししましたけれども、私は個人的にはサイキックの皆さんは他のサイキックが何を言っているかっていうのを常にものすごく勉強していて、あとニュースなどで時事問題ですよね、自分の言語能力が許す限りの情報をすごく集めて分析していると考えています。で夢を壊すようで本当に申し訳ないんですけれども、予言の類は本当に話半分で聞いて、でも地球に住まわせていただいているので私たちその限りは天変地異は避けられないので、ある程度の備蓄はしておいても悪くないのかなと思います。でおまけです、同居している夫のお母さんに「この動画バレた」で見てないって言ってるけど、もしかしたら見ててここまでたどり着いてドキドキしてるかもしれない。というわけで Stay safe, stay healthy.